アフシンゴトビは、イラン出身、アメリカ合衆国国籍のサッカー指導者、テヘランに生まれる。13歳の時、イラン革命が起こり、父親の仕事の関係で、父親と共にアメリカ合衆国に移住した。イランに残してきてしまった母親とは、行き別れとなり、以後消息がわからない状態となった。UCLA 理学部電気工学科卒業。在籍当時より、 サッカー部のコーチを務めた。大学卒業後、アメリカングローバルサッカースクールにて、アメリカ合衆国やカナダで、主に少年サッカーの指導に携わった。1997年にミルティノビッチの推薦により、アメリカ合衆国代表にスカウティング担当として参加。ワールドカップフランス大会に向け活動するが、対戦相手の一つは、母国のイラン代表であった。 大会終了後、技術コンサルタントとして、アヤックス・アムステルダムや、ロサンゼルス・ギャラクシーなどのチーム強化に当たった。2001年、韓国代表監督に、フース・ヒディンクが就任。この時、ピム・ファーベークの推薦により、韓国代表コーチに、就任。ピムと共に主にスカウティングを担当し、2002フィファ、ワールドカップでのベスト4入りに貢献した。大会終了後は、 スイバラサムスン・ブルーウイングスコーチ、ロサンゼルス・ギャラクシーコーチを歴任。2004年より再び韓国代表コーチに就任し、ジョーボン・フレール、ディック・アドフォカーと両監督の下でチーム強化を行い、2006フィーファワールドカップの本大会出場に貢献した。本大会終了後、同じコーチであったピムが代表監督に昇格するとそのまま、 代表コーチに泊まり、代表を強化に努めたものの、AFC アジアカップ2007終了後、ピムが監督を辞任するとともに代表コーチを辞任。2007年、ピルズイテヘライ監督に就任要請があったことから27年ぶりに、イランに入国が許可され帰国。消息不明だった母親と27年ぶりの再会を果たした。低迷していたチームを10年ぶりに優勝させ、 最優秀監督賞を受賞した。2009年4月、イラン代表監督に就任。2010FIFA ワールドカップ、アジア予選の最終戦で引き分けて、本大会出場はならなかったが、監督を続投。2011年1月の AFC アジアカップ2011でも指揮を取り、ベスト8の成績を収めた。同大会終了後に、イラン代表監督を退任して、 清水エスパルスの監督に就任した。一年目のシーズンは主力の抜けたチームを率いて、シーズン前半終了時には7位となった。しかし、夏場と終盤の3連敗が響き、最終的には10位でシーズンを終えた。シーズン終盤に韓国代表監督を解任された長校来の公認として、韓国メディアで名前が挙がったが、クラブは来期も続投させることを発表した。 2012年シーズンはナビスコカップで準優勝を果たしたもののリーグ戦では34試合のシュート総数がコンサドーレ札幌の268本に次ぐワースト2位の300本であったシーズン終了後カナダ代表から監督就任のオファーの噂もあったが2013年シーズンも引き続き清水の指揮を取ることとなったその後2014年7月まで指揮を取ったが 成績不振により解任された。2016年5月24日、タイのブリーラムユナイテッド FC と契約。第14節から指揮を取った。2016年8月20日、ブリーラムユナイテッド FC が解任を発表した。ゴトビは就任時に3位だったチームを首位にすることができず、前年度王者のブリーラムはリーグタイトルを逃すことになってしまった。 2017年より、セッカスを栄翔足玉クラブの監督に就任した。ありがとうございます。